ビジネスに役立つ方の概要を1枚の紙と10分の音声にまとめる本を読まない読書家の澤田直樹です。本日はジョン・ムーアさんの書かれました、スターバックスはなぜ値下げもテレビ CM をしないのに強いブランドでいられるのかについてまとめています。この本を読んだ目的ですけれども、値引きやテレビ CM に頼らないマーケティング戦略のポイントが知りたいと思って読んでいました。約10分にまとめていますのでよろしくお願いします。28ページ。どこにでもあるものを他にはないものに変えよう。普通のどこにでもあるような商品を売りたいと思っている人がいるだろうか。いや、それよりもそんな商品を買いたいと思う人がいるだろうか。どの市場も似たような商品やサービスで溢れかえっている。あなたの売る商品がどこでも手に入るものと大して変わらないものなら、一体どれだけの人がわざわざそれを買おうとするのだろうか。そこでブランドロイヤリティである。ブランドに対するロイヤリティが顧客に根付くと、どこにでもあるが他にはないに変わる。有利な価格や便利な立地、目新しさは明日にはそうではなくなるかもしれないが、他にはないという特色は個人個人にしっかりと根付くので、顧客を引きつけて離さない。52ページ。低価格戦略は結局高くつくと心得よ。EDLP は Everyday Low Price の頭文字である。これは通常価格から不定期に特売価格へ下げるのではなく、常に一定の低価格で提供するという企業の価格戦略のことだ。消費者はスターバックスにも押しかける。とはいえ、スターバックスのコーヒーにかけては低価格の名手とは正反対の立場にある。事実、価格を下げたことはないし、今後も下げるつもりはない。スターバックスが販売するドリンクには 90% 以上の十分な利幅があるので、顧客エクスペリエンスに力を入れることができる。低価格戦略ではこうはいかない。EDLP という病にかかった企業は、もっぱらコスト削減に従事するしかない。それが唯一のお客様へのアピールなのだから。商品やサービスの質と顧客エクスペリエンスの質で勝負し、成功しようと望む企業にとっては、お客様との本当のつながりを作るチャンスは一度きりである。その一度で商品やサービスに価格に見合うだけの価値があると認められたら、お客様はその価値を高いと感じなくなる。60ページ。売上を伸ばす方法は3つしかない。1、新規顧客を獲得する。スターバックスは毎年、総顧客数の4分の1にあたる新規顧客を獲得している。信じられないかもしれないが、新規顧客とはそれまでスターバックスで一度も商品を購入したことがなかった人たちのことである。この人たちは、次に挙げるような一風変わったきっかけでスターバックスの存在を知ることとなった。近所にできたスターバックスのオープニングイベントで、職場の近くにできたスターバックスのオープニングイベントで、地域のイベントで振る舞われていたテイスティングサービスで、スターバックスのドリンクの斬新さと美味しさを熱く語る友人から聞いて、好きな芸能人がスターバックスのロゴ入りカップでコーヒーを飲んでいる写真を見て、スターバックスに足を運ぶようになるようにきっかけ、新メニューやコーヒー以外の飲み物の充実も図っている。コーヒーが一番の売りではあるが、コーヒーの味が好きではない人や、健康上や宗教上の理由からコーヒーを飲まない人が世の中には大勢いる。こうした人たちのために、アイスティーベースのドリンクや、コーヒーを使わないクリームフラペチーノなど、コーヒー以外のドリンクも多数取り揃え、定番メニューに加えて提供している。2. 既存の顧客にもっと多く、もっと頻繁に購入してもらう。もっと多くの商品を買ってもらうには、
消費者の中の購入スイッチをオンにすればいいと思っている企業は多い。こうした企業は巨額を投じて集中的に様々な媒体を使った広告キャンペーンを展開する。スターバックスには週に4000万人の人が来店する。また一人当たりの平均来店回数は月に6回。彼らは来店すると必ず新商品のドリンクのテイスティングサービスか面白そうだと思われるプロモーション活動を目にすることになる。顧客の目に触れる宣伝活動を絶えず行うことで、一度来店した顧客が何度も足を運ぶようになるという好循環を生み、スターバックスの話題が頻繁に顧客の口に上るようになるのだ。3. 価格を高めに設定する。スターバックスに来店する顧客が使う金額は平均4ドル弱である。米国のスターバックスでは経費の増加を相殺するために 2,3 年おきに5セントずつ値上げをしている。値上げに伴って客単価も上がり、ひいては売上全体が上がる。顧客はスターバックスの値上げを冷静に受け止め、5セント多く払わないといけなくなったからといって怒る人はまずいない。値上げした当初は来店客数が若干減るものの、2、3週間もすれば元に戻り、再び利用客は増加の一途をたどる。新商品には高めの価格を設定する。新商品のドリンクの多くは期間限定のプロモーションである。以上、まとめると、新規顧客の開拓、既存客への購買意欲の働け、高めの価格設定、この3つ全部またはいくつかに焦点を絞ることで販売戦略は単純化できる。何も難しいことはないのだ。68ページ。マーケティングプランの歳費を決める4つのチェックポイント。1. スターバックスのお客様のインテリジェンス、知的好奇心や判断力を尊重しているか。2. お客様に約束した内容を企業として責任を持って果たすことができるか。3. 従業員が楽しんで積極的にできるものか。4. 気が利いていてオリジナリティがあり、心から信頼できるものだとお客様が受け取ってくれているか。この4つのうち3つ以上のイエスがつけば、その活動はブランド資産になる。一方、2つ以上にノーがつけばブランド負債となってしまう。こうなったら企業としてその活動を採用するか否かの議論をする必要がある。91ページ。スターバックスのマーケティング暗黙のルール。1. 誠実で信頼できる。誠実で信頼できるものといえば、入れたてのコーヒーである。 2. 気分を喚起する。 3. 他者については一切触れない。 4. 従業員のコミットメントを高める。 5. 約束したことは必ず守る。 6. 消費者のインテリジェンスを尊重。130ページ。ニーズだけではなく、ウォンツを満たせ。成功を収めているビジネスは、消費者のニーズではなく、ウォンツを満たし、現実とウォンツのギャップを埋めているのである。米国大手のディスカウントショップチェーン、ターゲットが掲げる、お望みのものをより安くというコンセプトは、この原理を見事に表している。値頃感で消費者のニーズを満たし、インテリア用品や医療のデザインの良さでウォンツも満たす。そうして高いお金を払わなくてもおしゃれなものが買えるという思考を消費者に植え付け、熱烈に支持する顧客層を獲得したのである。234ページ。経験に勝る情熱を持っているものを雇いなさい。あなたが望む場所に到達したことがあるという人ではなく、そこへ連れてってくれる人を雇う方がいい。これはアップルコンピューターで一時代を築いたガイ・カワサキが辞書の著者で記した素晴らしいアドバイスである。このアドバイスはスターバックスの雇用のやり方が正しいと強調することにもなる。スターバックスは経験に富んだ人よりも活力、誠実さ、やる気を持ち合わせた人や
誰からも好かれる性格を持ち合わせた人を重視する。これ以外にも、値引きやテレビ CM に頼らないマーケティング戦略のポイント、具体的に紹介をされておりますので、一度読んでみられることをお勧めします。今日は以上で終わります。どうもありがとうございました。